行ってきたんですよ、またポーカーのトーナメントに。ポーカー、今回はだからフィリピンのマニラに。どこ行ってんねんお前。行ってきました。マニラ行ってきた。マニラに一人ですよ。一人めっちゃ怖いで。行けるお前一人でマニラ。いや行けへんな。怖いやろ。怖いな正直。でもポーカーがやっぱ連れててくれるんや。そう、もうポーカーしゃあないから、もうそこしかやってないから。行ったらポーカーがいるから。そうで、やっぱこういろいろ調べていくのよ。行動力やな。マニラ、どうやとかいろいろバーって調べていったら、もうとにかくぼったくられるって、うん、ああまあね、うん、で警察をまず信用するなって書いてある。警察もグルでやってくるって。うわ、だリュック背負うなって今みたいな。前にして、そうそうそう、前にして行って、もちろん空港ついてもう前にしてこう行ってたよ、こうやって。でタクシーでカジノまで向かうねんけど、はいはい、タクシー一応このこういう感じで乗れば、うん、ぼったくられることは確率は減りますみたいな、うんうん、ただ基本 100% って言っていいほどぼったくってきますみたいな、常に狙われてる状態だと。そう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 。で、うん、タクシー拾って乗らせてもらったね、うん、でもう調べてたの、その空港からカジノまでどんぐらいやって、うん、ね、でそれ600ペソやったのよ。はいはい、大体1000円ちょっとぐらいかな、はいはいはい、っていうのを調べたから、それ以上のやつを言ってきたら、こう言おうとかずっと考えながら乗ってたの、うんうん、でそのホームページとかそういうのに書いてあったのは、まず日本人なのかお前はっていうのはめっちゃ聞いてくるって、はいはい、日本人はボリやすいから。おで乗ってほんまに2秒後ぐらいに、うん、ああいうジャパニーズっていきなり聞いてきたの。おで、うわもう完全やんと思って、来た来たと。絶対やられるやつやんの。でもうちょっとこう強気な感じで、ああ、いやいや、せいせいせいみたいな感じにしててんけど、かましてんねん。そうそうそう。で向こうはどん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 質問してくんだよ。でめっちゃこう明るいマニラの人で、はいはいはい、でなんかこの人が急にだから来んねやって、怖いなって思って、でカジノついて、で料金いくらやっていう時に、600ペソって言って、うん、もう完全正規料金やん。はいはいはい、言ってきてんの。おうおうおう。であれと思って、おう、で、600何十ペソみたいな感じだったの、はいはい、で700ペソ渡したの。おうおうおう。ほんならお釣り細かくなるやん。はいはいはい。だからお釣りを渡してくる時に、うんうん、もうこれでいいよって言って、お多めにお釣り渡してきてくれたの。ほう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 。でえっと思って、で降りてええんかなと思って、あーオッケ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 ーみたいな。おで、あーセンキューセンキューって言って、全然ボルどころか、はいはい、ちょっとサービスしてくれたの。サービス、うんうん、もう申し訳ない気持ちがすごくて。なるほどね。ほんまに、うんうんうん、もううわもうあかんなって、うん、そんな最初から疑ってやったら、はいはい、うん、あかんわと思って、もう申し訳ないなと思って、でまあカジノで一通りまあプレイして、はい、で帰りね、うん、またタクシー乗っていくわけよ、はいはい、で乗らせてもらって、ホテルの人が呼んでくれたタクシーに乗って空港まで向かうのよ、うんうん、で行って、まあ、その人もめっちゃ喋りかけてくるんだよ。で、まあ、行きのこともあったから、そう疑ったらあかんなって思って、はいはい、うん、でこう空港着いて、うん、トランク下ろしてもらって、うん、でハウマッチって聞いたら、うん、もうなんかね、こんなんしだすのよ、急に運転手が、うん、でこうやって、うん、1,200ペソで、1,200ペソってもう完全倍の料金言ってくるの。へー、メーターとかはないの？メーターはね、その人やってなかったのよ、そういえばやねんけど。でも僕のイメージではやってない、ね、僕のイメージと違ったの。そう、調べてたイメージでは1,200ペソあみたいな感じで言ってくんねやと思ったの。1,200ペソいやいや、言いづらいのと思って、言いづらいの、無理せんでええでやろ。でそこ一応言ってみようと思って。初めてやったんじゃん。初めてやった。初めてのボリ。そうで一応言ってみようと思って、ノノノ、This カジノ、600ペソ、って言ったら、オッケー、600ペソ、早っ、早っ、すごいやろ、そんな人もいんのよ、